ロベルト・ガットは、イタリアのジャズドラマー。イタリアラツオ州ローマ出身。ジャズ、クラシックに通じた父とオペラ歌手である母の間に、生まれ、5歳の頃より当時イタリアを代表する、ドラマーとして活躍していた母方のおじからドラムを、学ぶ。20歳まで独学を続けた後、ローマのコンセルバトーリを、サンタ、チェチーリア音楽院に進み、 クラシックの打楽器を学ぶ傍ら、来国英放送のオーケストラのドラマーに支持する。19歳にしてすでに、チェットベーカーの欧州ツアーに参加しており、以降、リー・コニッツ、ジョニー・グリフィン、マル・オルドロン、デクスター・ゴードン、ディジー・ガレスピーといった東大組のサポートにつきながら、本格的に、プロとしての活動を開始する。1975年、 ダニーロレア、エンツォピエート・ロ・パオリと共に、トリオ・ディ・ローマを結成。鉄壁のリズムセクションとして、ジャズのみならずシンガーソングライターのサポートや、テレビ番組出演など、国内外の様々なシーンで活躍する。欧州圏外でも知られるようになるのは、エンリコ・ピエラ・ヌンツィのレコーディングに参加するようになってからと言える。1980年代半ば以降、 リーダー作品を定期的にリリースしながら、名実ともに、イタリアのトップドラマーとして、多方面で活躍する。ありがとうございます。